昨日午前8時半ごろ東名高速下り線豊橋パーキングエリアで発電機が収納されている電気室に大型トレーラーが衝突する事故がありましたトレーラーの男性運転手はおよそ1時間半にわたり車内に閉じ込められましたが命に別状はなく車内のものに気を取られ前をよく見ていなかったという趣旨の説明をしているということですこの事故で経由が漏れ出すなどして、 豊橋パーキングエリアは一時封鎖されました。事故からおよそ17時間後、封鎖は解除され利用可能となりましたが建物の整備作業は現在も続いています。